ル出場になるレアンドロ・ドミンゲス、ヘディングシュート、5点目、コーナーキックから田代、アディショナルタイムコーナーキックからでした。これ田代選手の良かったところっていうのは、前に行くふりして、はい、まあ、相手のマークを外した、まあ、これが全てでしたね。あとやっぱりレアンドロ・ドミンゲスがいいボールを上げてくれたっていうところですね。やっぱりいいキッカーっていうのは